エンセミのノウエは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、プロレスラー。ハワイ州ホノルル出身、ピュアブレッド所属。初代シュートヘビー級王者。広島にルーツを持つ日系アメリカ人4世。ハワイ大学在学中にラケットボールの選手として来日。22歳から始めたブラジリアン柔術をバックボーンに1995年1月に、シュートデビュー。 1997年5月30日、UFC 初参戦となった UFC13 のヘビー級トーナメント1回戦でロイス・アルジャーと対戦し、アームロックで一本勝ち。負傷のため続く決勝は棄権した。1997年10月12日、初代シュートヘビー級王座認定戦でジョーエステスと対戦し、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。 1998年10月25日、バーレ・トゥード・ジャパン98で、UFC 世界ヘビー級王者のランディクー・トゥアと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。試合後に、皆さん、俺が負ける言った人、くたばれ、とマイクアピールした。1998年12月11日、U ドリームズファーストインパクトで、 ジョン・カルボと変形シュートルールで対戦し、2分13秒で、七に十字固めで一本勝ち。1999年4月29日、プライド初参戦となったプライド5で、西田総一と対戦し、スリーパーホールドで一本勝ち。1999年9月5日、同年3月に起こした障害事件を原因として、 シュートヘビー級王座を返上及び、プロシュートライセンスの無期停止処分が発表された。選手活動と並行して、1995年から埼玉県の総合格闘技ジム、ピュアブレッド大宮で充実の指導を務めた。2000年8月27日、プライド10のイコールボブチャンチン戦ではスタンドでのパンチ合戦に挑み、鼓膜など耳内を損傷。 その後遺症もあって、引退を決意。心が折れたため、イラク戦争で米兵に志願するためという理由もあった。2000年12月23日、プライド12でヒースヒーリングと対戦し、グラウンドの膝蹴りで TK を負け。試合後、リング上で、今日は100%出しました。今日が私のヤマト魂の最後の試合でしたと、突然の引退宣言を行った。 2002年2月24日、プライド19でアントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと引退マッチを行って、三角締めで出身し一本負け。2003年3月9日、新日本プロレスにクレイジードックスのボスとして初参戦。魔界クラブと抗争した。新日本離脱後は、リキプロ、ビッグマウスラウドへ参戦した。2006年8月15日には、自身がプロデューサーを務めた。 総合格闘技工業、心オアビーキルドを高楽園ホールで開催。金原博光やジャダンバナラントンガラグなどが参戦した。2008年10月18日、東京都豊島区で大麻 16.9g を所持していたところを職務質問を受け、大麻取締法違反で現行犯逮捕された。2008年12月26日、 大麻所持事件の判決公判が開かれ、懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決が言い渡された。2010年4月25日、吉田秀彦引退工業アストラにて、およそ6年ぶりに総合格闘技に復帰。アンズのトリアス南ン,ンと対戦し、1ラウンド2分10秒に、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。ありがとうございます。